そのこれ、おとついですかね、やっぱ僕は一番気になったのは、やっぱ大阪都構想、これ、大阪市の橋本市長がですね、ずっと前から大阪都構想、都構想と、言ってですね、ほんで、どうなんのかなと、5月17日に、住民投票をやると、まあ、その行方っていうのが、まあ、気になってたんですけども、まあ、それが、朝日新聞の世論調査でですね、大阪都構想に賛成が 35%、ほんで反対が 44% っていうね、まあ、そういう調査結果が出たと。まあ、これでね、まあ、やっぱりその、住民投票、かなり怪しくなったなと、否決の可能性が高くなってるのかなというふうに、僕は思ったんですけども、まあ、これ、ざーっと前からね、橋本さんと、大阪維新の会がですね、都構想、都構想と言ってても、全然理解が進んでないと、まあ、今回の朝日のでもですね、7割がですね、中身がよくわからないと、それはずっと前からそうで、僕だってわかりませんから、この大阪都構想の、中身っていうのはね、それは何も詰まってないんですよね。橋本さんが説明するのは、大阪市長と、大阪府知事が一緒になることだと。だからなんやねんちゅうね。二重行政の解消っていうのも、二重行政ってあんのかと、そもそもね。あるならばですね、大阪府と市ね、今でもやれるじゃないですかと、いろいろ思うんですよね。まあ、まして大阪府知事と、大阪市長はですね、どっちも維新なんですからね。あるならできると。でも実際は、その二重行政、あるとか言ってた水道事業でさえですね、結局否決されてるっていうね、二重行政ちゃうがなと。やっぱそれは必要だから、あるんでしょうっていう話で、まあそれも、こまごました話もいっぱいあるんですけども、とにかく、大阪都構想に反対の方が多いと。ということで、まあ、これはね、かなり、厳しいかなと。今の時点でね、あと3ヶ月ですか。そこで、もう、決まってしまうわけですから。まあ、でもその、朝日の、その中身っていう、調査の中身を見ると、一応ね、住民投票に行くと思うっていう、かなり強い意志の人のに限ればですね、賛成が 44%、反対 45% で拮抗していると。まあ、っていうのはあるんですけども、多分、もう他にも行くと思う、多分行くと思う、多分行かないと思う、行かないと思うっていうのを全部見るとですね、全部反対が上回ってるんですよね。だから賛成の方が少ないと。まあ、そういうことからいくとですね、これはやっぱりかなり、否決の可能性が高いのかなと。どっちにしたって説明不足っていうのは、これは多くの人が認めてると。中身がよくわからないと。橋本さんが言ってるからみたいなね。そういう理由の人も多いと思うんですね。あと維新だからみたいなね。でもその、例えば本当の中身、区割り案とかね、見たらですね、かなりやっぱり、知れば知るほど、ちょっとこれは嫌だなっていう人が多くなってるっていうのもね、あるんですよね。で、あと住民サービスの低下っていうと、やっぱりその保育料が値上げする、給食費が値上げする、ゴミも有料化になると。これゴミ有料化に関しては、これ橋本さんも、この間の演説会かなんかで否定はしなかったんですよね。ゴミ有料化になるかもしれませんと。都構想ではなくて、その大阪市として、ね、値上げしたいっていうかね、だから今で、ただでさえ、今バスのね、高齢者のバスが、はい、今までただだったのが、なんか負担が増えたりとかね、他にも、大阪市では100円でバス乗れるっていうのがあったんですけども、それが廃止になったりとか、バス路線がですね、廃止になったりとかね、もう、他いろいろ、もうすでに、大阪市自体で住民サービスの低下っていうのが起きていると。
まあ大阪市の給食、学校給食の問題もありますけども、いろいろ問題が出てると、全然良くなってないと、ただでさえ橋本さんというのは文楽のね、なんか予算削ったりとか、いろいろ削りまくってると、そんな中でですね、住民サービスが、大阪都になったら良くなるかというと、そんなわけはないわけで、でこれ、で大阪市っていうのが一番、税金の収入っていうか多いんですよね。だからそれがですね、大阪都になったらどうなるかっていうと、大阪市の、儲けた分をですね、大阪府に分配すると。まあそれも公平な分配、であればまだしもですね、それが、無駄な公共事業に使われたりとか、大阪市民のためには全然ならないことに、使われる可能性が高いと。その結果ですね、やっぱりその住民サービスが悪くなると、大阪市のね。っていうのが、大阪都構想の本質なんですよね。だから、そういうことから言ったらですね、大阪市民が、自分が損するようなことにですね、賛成するのかと、橋本さんの口車に乗せられてね、っていう問題だと思うんで、だから僕はね、今のままでは否決の可能性が高いと、住民投票のね、なんか署名とか今やってましたけど、あれ僕何個か見に行ったんですけども、全然、盛り上がってませんでしたから、だからもう署名も途中でやめたっていうね、法定数ですかね、法定必要数を集めたかどうかっていうのもわからないと、まあ、維新だけがですね、上回ったとかで言ってるんですけども、数も公表されてないと、そういうことからでも全然盛り上がってないっていうのもあって、だからここ今のままだったら危ないとすればですね、橋本さんと維新の会はどういうことをしてくるのかなっていうのを考えたら、やっぱりもう一回橋本さんが出直し市長選というかね、本当に任期は今月の11月までですから、住民投票に合わせて市長選をやるとかね、例えば統一地方選に合わせて4月にね、もう一回やるとかですね、市長選ね、府知事選とか、っていうのを考えてるのかなと。まあそうなった時、どういうふうになるのかなと。やったとしても、去年の出直し市長選みたいに、あんまり盛り上がらないと。橋本さんの票だけで言ったら30何万票ですかね。っていうことを、ね、今のところ平松邦夫さんがもう一回出るみたいな、ね、そういう動きがあるみたいなんですけども、まあ、勝てる可能性はあるのかなと、いうのもね、まあ、わかりませんけども。だからそういうことから考えたらね、まあ、ここ数ヶ月、いろんな動きが、またあるんじゃないかなと。そもそもね、こういう、今回朝日と ABC の世論調査、共同の、ね、世論調査しか出てないんですけども、他の、新聞社というのはあんまりやってないんですよね。まあ、そこもちょっとおかしいなと。ちょっと読売新聞とかね、率先してやるんですけども、読売新聞は去年、新聞だけでやっただけでネットには公表してないと、それも、賛成の方がね、上回ったんですけども、説明不足が7割か8割ぐらいでね、だから多分ね、調査の方法が怪しかったんちゃうかなっていうね、そういうのを思うんですけど、読売新聞なんかこんなすこう都構想するために必死になるとっていうかね、橋本さんを、担ぎ上げた、張本人みたいなもんですからね、読売っていうのはね、それがずっと沈黙してるっていうのはね、やっぱりあんまりいい結果が出てないんちゃうかなと、っていうふうに思うんですよね。まあ、そういうことから言っても、結構厳しいんちゃうかなと、ただ、それを埋め合わせるために、都構想賛成か、反対かというだけじゃなくて、橋本さんの信任投票にさせるためにも、もう一回市長選をやるのじゃないのかなというふうな、ことが考えられるかなと、4月か5月かね、まあ、やらない可能性もありますけども、
だから今後の、さらに、世論調査がね、出てきてほしいんですけども、まあ、その結果以下でね、いろいろな動きが出てくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ちょっと楽しみにしてますと。ということですかね。うん。